エマーソンの言葉にはこうあります。刑事が連続して訪れるのを感じるとき以上に人生で記憶に残る瞬間はないと。ネルソン大官長、この週末にあって刑事の連続に私は圧倒されそうです。中には心臓の弱い人もいます。 それでも大官庁なら適切に処置してくださることでしょう何という預言者でしょうかネルソン大官庁から耳にした昨夜と今朝の素晴らしい証しと宣言に加えて私も自身の証しを述べます。 これらの発表は教会をその始めから導いてきた啓示の例です主が時にかなって身業を進めておられることを示すもう一つの証拠なのです詳細についてもっと知りたいと思っている人はこの総大会終了後に教会のすべての会員の登録されている E メールに 大韓教会からの手紙が送られることをお知らせします7ページの質疑応答の資料が全ての真剣指導者と補助組織指導者に送られますまたその内容はすぐに ministering.lds.org に載せられます 求めなさいそうすれば与えられるだろう探しなさいそうすれば見いだすであろうですねではネルソン大官庁から受けた素晴らしい割り当てについてお話しします。兄弟姉妹の皆さん定員会と補助組織の技が成熟すると結果として私たちも個人的に成熟していくはずです。個々が 機械的に感情なく機能を果たす状況から抜け出て救い主が地上での務めの最後に示された弟子の務めを心を注いで果たすようになるのです。主はまだ理解が追いつかずいくらか困惑している弟子たちの小さな群れを去る準備として彼らが行うべき管理・運営上の手順をいくつも挙げ連ねたり。 三枚副写の報告書をどっさりと手渡ししたりはなさいませんでしたそうではなく彼らが行うべきことを一つにまとめてこう語られました「私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての者が認めるであろう」 私たちを福音の理想に近づかせる努力の一環としてこの新たに発表された親権組織と扶助協会のミニスタリングに関する概念には以下の要素が組み込まれていますそのうちのいくつかは既に扶助協会が実施して素晴らしい成果を上げています私たちは今後ホームティーチングや家庭訪問という言葉を使いません一つには ミニスタリングの働きの多くが家庭以外の場で行われることになるからであり必要な場合には確かにメッセージを伝えることもできますがその働きかけは準備したレッスンを教えたかどうかで定義されるわけではないからですミニスタリングの働きかけの主な目的がアルマの時代のために言われたように 民を見守り義に関わることをもって彼らを養うということになるのです私たちは引き続きできる限り家庭を訪問しますが人数や距離安全上その他の地元の難しい状況によってはすべての家庭を毎月訪問できないこともあるでしょう大韓町外が何年も前に勧告したように 利用可能な手段をを使ってて最善を尽くしてくしださい実際に訪問する予定がどのような形で入っていてもそれに加えて電話や手書きのメモ携帯メールや電子メールビデオチャットなどを用いたり教会の集会で話したり奉仕活動や社会活動に一緒に参加したり絶えず広がり続けるソーシャルメディアの世界が生み出す豊かな可能性を活用することができるのです。しかしかこのような 交流の幅が広がっても最近車のバンパーのステッカーで見かけたような残念な主張は認められないということは強調しておくべきでしょうこのような言い訳ですもしクラクションを鳴らしたならあなたはホームティーチングを受けたことになります皆さん どうか兄弟の分かってください姉妹はそのような問題はありませんね兄弟兄弟の皆さんにお話ししますこのようなこの変更は思いやりと関心を示す機会を増し加えるものであって減らすものではありませんこのより福井に基づいたミニスタリングという新しい概念を耳にして何が報告にカウントされるのかと皆さんが心配し始めているのが感じられません どうか気を楽にしてください。報告はないからです。少なくともかろうじてできましたというような月末の報告はありません。この点でも私たちは成熟しようとしています。唯一報告するのはワードにおいて四半期ごとに指導者からミニスタリングの同僚と一緒に受ける面接の件数です。簡単なように聞こえるかもしれませんがそれらの面接はとても重要です。 その報告なしにビショップは会員の物質的、霊的な必要に関する情報を受けることができません。ミニスタリング・ブラザーはビショップと長老転会会長会を代表していて彼らの 代わりになるわけではありませんビショップと長老定員会の会長の鍵はミニスタリングの取り組み以上の働きを持っていますこの報告は過去に私たちが提出してきた報告とは異なるため教会本部にいる私たちが知りたいのは働きかけた方法や場所時間ではなく 皆さんが担当官員に働きかけ考えられるすべての方法で彼らを祝福したかどうかということです。兄弟姉妹の皆さん伴侶をなくした者や孤児既婚者と独身者気丈な者と取り乱した者悩める者と頑強な者幸せな者と悲しむ者すなわちすべての者を一人一人助ける機会がここにあります。 これは神の前に清く、穢れのない信心を示し、重荷が軽くなるように、互いに重荷を追い,か追い合うことをする天から与えられた機会なのです。なぜなら、私たちは皆、友情のぬくもりを感じる必要があり、確固とした信仰を表明する言葉を耳にする必要があるからです。しかしか これを大胆でより神聖な新たな方法で互いを見守るようにという招きとして見ない限り名前が新しくなり柔軟な措置が新たに設けられ報告の数が減るという変更は私たちの方針に微塵の違いももたらさないことでしょう。 愛の立法をより広く実践して生活できるように霊的な視点を高めるとそのような愛を持って長年奉仕してきた人々を賛美するようになります兄弟姉妹と共にいて彼らを強めるという主の戒めをさらに多くの人が理解できるようにそのような献身的な奉仕の最近の例を挙げたいと思います今年の1月14日 日曜日の午後5時過ぎのことでしたブレッド・ハンブリンとクリスティンはアリゾナ州テンピの自宅で話をしていましたブレッドはビショップリックでの1日の奉仕が終わりクリスティンは5人の子供の目まぐるしい世話が一段落したところでしたすると突然クリスティンが意識を失ったのです去年乳がんから無事に生還したはずでした 通報をを受けて到着しした救救急隊員が必死で救命措置を施しますブレットは恋願うようにして祈った後2本の電話を入れました1本は母に子供の面倒を見てくれるよう頼む電話でしたそしてもう1本はホームティーチャーのエドウィン・ポッターへの電話でしたエドウィンとの電話のやり取りの全貌はこのようでした 発信者を見て誰か分かったエドウィンは言いました。いや、ブレット、どうしたんだいブレットは叫ぶような声で答えました。すぐに来てくれ。何分もしないうちに、親権者たちがブレットの元に駆けつけ、子供たちの世話をし、彼の妻を乗せた救急車の後をブレットを乗せて車を走らせていました。 そうしてクリスティンが目を閉じてから40分と経たないうちに医師がその死亡を宣告したのでしたブレットがすすり泣くとエドウィンは長い長い間ブレットを抱きしめ共に泣きましたそして嘆き,嘆き悲しむ家族のもとにブレットを残し エドウィンはビショップの家に車を走らせ事の次第を伝えましたビショップは直ちに病院に駆けつけエドウィンはハンブリン家に行きましたそこでエドウィンは同じく駆けつけていた妻のシャーロットともに母親を亡くしたばかりの12歳から3歳までのハンブリン家の5人の子供たちと一緒に遊び 夕食を食ををべ即興で音楽の発表会をししし寝かしつけましたブレットは後に私にこう言ってくれました驚くべきことは電話したらエドウィンが来,たく来てくれたことではないんです緊急時に喜んで助けてくれる人はいつでもいます。 そうではなくこの話の驚くべきところは彼のことが頭に浮かんだことです。他にも人はたくさんいます。クリスティンには5キロ圏内に暮らす兄弟が2人います。素晴らしいビショップもいます。でもエドウィンとは何かあったら本能的に電話したくなるような関係があったのです。教会では愛し 奉仕し私たちが神に近づけるよう助けてくれるような関係を兄弟姉妹との間に築いていくという第二の戒めをよりよく実践する方法が確立されていますこの経験についてエドウィンはこう語っています ホーランド長老全く皮肉なことにブレッドが我が家のホームティーチャーであった期間の方が私が彼のホームティーチャーだった期間よりも長いのですその間ブレッドは割り当てとしてではなく友人として訪問してくれました素晴らしい模範で自ら進んで使える親権者としての究極の姿でした 妻も息子たちも私も彼のことを月末にメッセージを伝えに来るだけ義務付けられた人とは見ておらず通りを歩いてそこの角を曲がったところに住む友人であり自分たちを祝福するためには何でもしてくれる人と思っていましたブレッドからの借りをほんの少しでも返せて嬉しく思います 兄弟姉妹の皆さん私は皆さんと共にすべてのブロックティーチャーワードティーチャーホームティーチャーと訪問教師を褒め称えます彼らは歴史を通じてこの世に愛し 奉仕してきた人々です今日私たちが願うのは全ての男女そして年上の若い男性女性がただキリストの純粋な愛のゆえに心から互いを思いやるという決意をさらに深めてこの総大会を後にすることです。自分の自分の限界や力不足を感じている中にあっても主と肩を並べて 主の園で働き神の全ての尊い子どもたちの祈りに応え彼らに慰めを与えその涙を拭い弱っている膝を強めるという神の非常に過酷な働きを助けるという断固とした覚悟で奉仕を行うことができますように。 それを行うなら、私たちは、すべての人がなるべき、キリストの憐れみ深い弟子へと一歩近づくのですこの、復活祭の朝に主が私たちを愛されたように、私たちも愛し合うことができますように、イエス・キリストの皆により、祈ります。アーメン